今回はユタボン氏、久々インスタ投稿で宙に浮くについて国民の意見をまとめました。はじめに申し上げますが、今回の動画は情報量がかなり低めとなっております。ですが、スイのチャンネルは基本ユタボン氏をメインとしたエンタメチャンネル。これはこれでその情報量の薄さを楽しんでいただけたらと思います。ユタボン氏は4月18日に自身のインスタグラム、続けて4月19日に YouTube を投稿しました。内容としては西島陽介さんとアンナさんと顔なしが沖縄に遊びに来たとして、格闘家の西島陽介夫妻と沖縄で遊ぶ写真や動画を投稿、また宙に浮いている合成写真をインスタの写真、YouTube のサムネイルとして投稿しています。また年齢としては中学3年生になったユタボン氏、髪の毛を黒髪にしたこともあり、一部のファンから大人になったとの声も上がっているようです。これに対して国民の意見が上がっています。動画の最後ではスイの意見も述べさせてもらってます。このチャンネルはまさに今炎上している話題について世間の声をまとめています。もし気に入りましたらチャンネル登録、また視聴者の皆さんのご意見もいただけると嬉しいです。それではどうぞ。そりゃ成長するでしょ。育ち盛り真っ最中なんだから、大事なのは中身が成長してるかだよ。そろそろ自分の親、自分の行動について客観的に見られるようにならないと、YouTuber は普通の一般人とはまた別だから、行動一つで自分を悪い方に見せてしまうことができるんですから、もちろん、学校行かないんだから社会常識もしっかり身につけるべきだしね。このままじゃいけないとか、変わらないといけないとか、少年も感じてると思いますよ。でも今の環境が変わることを許してはくれないし、変わることは父親を裏切ることにもなる。だから考えないようにしてるというか、諦めてる部分もあるのでしょう。でもね、少年よ、理想と現実の狭間で悩むのはみんな同じ。大人も子供も同じ。今のままでいいのならそれはそれで幸せでしょうが、変わりたいと思うのならば変わりたいという意思を示すところから始めればいい。へりくつしだれてでもやればいい。この YouTuber のすごいところは、本人より親が世間を煽って炎上させて矢面に息子を立たせるというやり方だよな。息子がアンチに攻撃されるって思ったら普通はできない。もう中学卒業まで1年ないだろ。不登校 YouTuber としての賞味期限が間近に迫ってる状況で、特に話がうまいわけでも面白いことするわけでもないんだから、何か新天地を見つけないとこのまま消えてしまうと思うんだがな。親の運転で日本一周の家族旅行、ボクシング挑戦、 Twitter を乗っ取られる、普通だよね。彼は個人としてはすごくもなく、そして特段ひどくもない。不登校も世にはたくさんいる。普通の子供から青年への成長中、ただ知名度は高く、その乖離はすごい。えぐいのは知名度に群がってビジネスにする周囲の大人。うちの前を通っていく中学生も成長し、まさに3年間で激変してます。当たり前です。成長期なんだから、知識を蓄え、スポーツで汗をかき、人間関係を築きながら成長していく中学生を見ると、成長ってすごいなって思う。ところで革命家くん、見かけはとりあえず誰でも成長しますが、頭ん中はどうですか？年相応に得られる知識など全てを革命という言葉で自ら拒みどう成長したのを、旅行記は立派に描けそうですが、さあこれからが大変です。もう少年とは言ってられませんよ。大人としてどう行動していくのかな。この子の動画は一度も見たことないし、あくまでニュース記事に流れてくるのをたまに目にする程度にしか知らないんだけど、一つだけ、日本一周達成って聞くと、ほとんどの人は自転車で日本一周したのって思うかと、それが車の助手席に乗って日本一周って聞いて、すごいって思う人って皆無なんじゃないかと、トラックの運転手なんて日本何周してんだっていうほど普段から車で走ってるし、しかも助手席じゃなくて運転手でね。だから助手席に乗って車で日本一周ってのを強調されても、えって感じになるんだよね。一時期のこの人に関する記事の多さからすると、だいぶ落ち着きましたね。個人的にはアンチ勢に叩かれまくるコメント欄見るのが好きだったのに、それだけ飽きられたってことなのかな。散々彼をおもちゃにしたメディアさんは、彼の今後の動向も逐一報告してほしいものです。それがこれからの子供に対する反面教師となるのか、称賛の眼差しを向けられるのかは分かりませんがね。個人的には前者になるかと。いよいよ人生の選択肢の時期が差し迫ってきましたね。彼とお父様がどのような方向性を選ぶのかが注目でしょう。今のまま自由気ままに旅をしたり、 YouTuber として生きていけるのはあと少しだと思います。おそらく通信制の高校に進学するという玉虫色の選択をするのでしょうが、なんとなく振り上げた拳の着地点を模索している気がしてなりません。公開先に立たずでしょうか。一昔前に元有名子役タレントがどんな大人になってるかを取り上げてる番組があった。そこで紹介されてる人たちは、子役として売れなくなってから普通に中学または高校と進学こそすれど、勉強についていけなかったり、就活に失敗したりして日雇い労働してる人や、引きこもり生活してるような人もいた。子供を炎上系 YouTuber として稼がせた場合どうなるんだろうか。人生は冒険には賛成ですが、それを多種の労働で感じてもらいたいものです。多種な労働を行ってどのような感想を抱いたかを公表してもらえれば、若者の就職にも役立つでしょう。楽して遊んでばっかでは冒険ではありません。多くの職種に携わることは
彼自身のためにもなることと思います。サラリーマン、経営者も毎日冒険しています。苦しみ、悩みをいかに行動によって解消し、幸福感を求めているかを彼自身も実感すべきです。もう旅行や名産品を食する冒険はここらで一旦休止してはいかがでしょうか。身体的な成長を見ていると時間が経つのが早いなと感じますね。あとはお父さんの呪縛と洗脳が解かれ、本当に自分がやりたいことをすれば良いと思います。高校卒業資格も通信なり定時で何とでもなりますし、今までの悪い印象を払拭できるような子に育つといいですね。しかし見た目本当に成長したな。昔タレント子役の親でステージママというのが問題になったことがある。子供を使って自分自身が横柄に贅沢に振る舞い、子供にはしつけと称して不合理な接し方をする。子供を猿回しの猿のように扱う。自分自身のために子供にしがみついて離れない。今ならドラマでも映画でも撮影の場で他人の目に触れるので問題になり得るため、まだ救済の機会はある。 YouTuber でステージママ化されると完全な密室での行為になる。他者から救済される機会がない。親の子に教育を受けさせる義務の放棄、もしくは放棄の強要について公的機関が介入すべきだと思う。とりあえずは最低限他人様に迷惑がかからないように人生を全うしてくださいとしか言いようがないです。今までは親の決断の影響が大きかったと思いますが、これからは自己の責任で自己判断で行動していくことになると思います。あの時こうしておけばよかったと後悔することは普通に投稿していても起こることです。その時に人のせいにするのではなく、自分の力で周りに迷惑をかけることなく切り抜ける力を養ってもらいたいです。この人有名人にすり寄るか、周りの人をディスるかのどっちかしかやらないから見ていて不快。ちょっと前まで活躍していた偽物の方が難しい四字熟語や古事成語をかっこよく使いこなして前向きなことを言っていたので、よほど支持できた。乗っ取りは悪いことだが、話の内容は偽物の方が比べ物にならないぐらい良いものだった。本物の方は発信は貧弱な上に腹に一物ありそうな感じがする。この記事ですり寄られている格闘家さんも迷惑だろうな。当たり前ですね、成長期なんですからね。それと同時に責任も変わってくる。今までは子供の理論を振りかざして通用していたかもしれないけど、もうそれも通じなくなる。今までアンチに対していろいろ暴言を吐いているが、大人になればそれが名誉毀損になったり、場合によっては脅迫になったりする。でも全く学がないゆえ、社会のことについて何にも学んでないから、きっと今まで通りのスタンスでやるんだろうなと思うけど、通じないだろうね。きっとフェードアウトするか、何か大問題を引き起こして落ちるところまで落ちるだろうな。最後に水の意見です。大人になってきたなという世間の評価は、まんまゆたぼん氏の少年としての賞味期限は本当に近づいてきたということなんですよね。今までは幼い子供が過激なことを言うから珍しい立ち位置でのキャラとして需要があっただけ、そろそろ過激なことを言う青年中年に差し掛かってくる年だと、他にも同じような人はたくさんいますからね。さてさて、敏腕プロデューサーのゆきや氏、今後のゆたぼん氏のマネジメントをうまく舵取りしていけるのか。ゆたぼん氏は以前、次の目標を世界旅行、宇宙旅行と言ってましたが、クラウドファンディングの悪用実績がある中で、また同じ手法でお金を集められますかな。でもって、YouTube の動画レビューですが、ゆたぼん氏の動画に劇的変化が。なんと動画が久々に収益化されてました。ゆたぼん氏、おめでとう。あ、表情間違えた。ゆたぼん氏、おめでとう。理由としては、毎回3分ほどあったエンディングが1分ほどに縮められており、動画全体の尺が8分を超えるという。YouTube 動画としては僕普通の動画構成になっていたことで、繰り返しコンテンツではないと判断されたんでしょう。まあその分、動画の内容は何を訴えたいのかが不明瞭な内容だったんですけどね。西島陽介氏と奥さん、友達が沖縄に来て一緒に遊ぶという内容ですが、動画を見た感想は言及を控えたいと思います。またここ最近つき始めたテロップも今回はなくなっており、いつもの滑舌の悪いゆたぼん氏の早口が炸裂していて、要所要所で何を言ってるのかが聞き取れませんでした。それと動画最大の特徴ですが、インスタの写真と合わせて YouTube のサムネイルでもゆたぼん氏が宙に浮いている合成写真が使用されてますが、動画を見る限り宙に浮いたことと関係ある描写が見当たらず、何の意味があったのかが理解できませんでした。宙に浮いた？え？どういうこと？中二病で地に足がついてないってことか。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。